俺の区間は AWM。 はい、どうも、スコアレです。今日はですね、まあこの間ずっとやってるですね、荒野行動のサービス終了するかもしれない、将来的にですね、将来的に終了するかもしれないって話をずっとしてるんですけど、まあそれは訴訟に負けた場合なんですよね。で、まあいろいろ調べたんですけど、どうもですね、日本のゲーム業界ではまあもちろんそうではあると思うんですけど、その必ずしも同じようなケースが著作権侵害となっていないパターンを見つけましたので、そちらをいくつかご紹介していこうと思います。まず最初はですね、こちら釣りゲーム事件、DNA とですねグリーが釣りゲーム出しとったんですけど、まあ、釣りゲームだから結構ね、かぶってる場所がありますよと、まあ、その魚をですね引き合わせる画面がかぶってますよとか、そういうですね、まあ釣りゲームならではの部分が被っとって、まあ、結構それ多分似とったんでしょうね。それがですね、あったんですよ。まあ、今回のあの、PUBG と荒野行動の場合もですね、まあ、すごいですね、似偏ってはいると思うんですけど、まあ、ぶっちゃけですね、オープンワールドの、FPS、TPS になるんで、まあ、どうしてもその似偏ってしまうから、必ずしても、著作権侵害にはならないのではない、だろうかっていうですね、感じの解釈もできるんですよね。まあ、一審ではね、まあ、侵害を認めてるんですけど、二審ではもう認めてないんですよね。で、今までですね、その前にあった、同じような著作権侵害のゲーム以外なので、ゲーム以外での判決で、まあ、それが侵害と当たっていないので、この時はですね、まあ、次ゲームの審判だったんですけれども、まあ、著作権侵害とは当たらないとなったんですよ。まあ、これなんでかっていうと、ここ書いてると思うんですけど、表現とアイデアが具体的に表層化したものであり、目に見えないアイデアとは明確に区分できるように思われます。しかしながら、著作権は思想または感情を創作的に表現したものと定義されており、根底に何らかの創作要素を含んだ表現です。そのため、両著作物の差異を比較する際に、その表現の根底にあるアイデアをどこまで表現の要素として捉えるかによって、その表現がカバーする範囲が変化してしまうように思われます。なんで、まあその、なんちましょうか。どこまでがアイデアで、どこまでがその根底にあるものかわからないんですよ。釣りゲームだったら、まあその、そもそも釣りが根底にあるから、ね、どうやっても結構被っちゃうんだよ。っていう話なんですよ。まあ今回の荒野行動と PUBG の場合もオープンワールドの FPS なんで、どうやっても被ってしまう部分っていうのが出て、それもまあ今回のその、訴状にですね含まれてるんですよね。はい。まあそのアイテムとかが被ってるとかはまあちょっと正直違うんですけど、そういう、根底のアイデアの部分は被っておりますので、そこに関しては問われることは日本ではないとは思われます。しかし今回の、裁判は北米アメリカのカリフォルニアで行われます。まあ、アメリカの場合はアイデアの部分がその例えば実際目として現れたもの、コンピュータープログラムだったりとか、まあ、その絵だったりとかですね、そういう部分と同じぐらいの価値として著作物として扱われますので、まあ、この限りではないかなと思われますが、何とも言えないところですね。で、こうやって調べるとですね、結構ですね、ゲームの著作権侵害の判例ってのはいっぱい出てくるんですよね。まあでも、どれにもですね、共通して言えることは、まずですね、ストーリー自体を、ゲームのストーリーとかそういうシステム自体を書き換えてしまうのは、もう 100% ですね、著作権侵害に今のところ当たるようになってます。逆にストーリー自体を書き換えない、数値自体を入れ替えるだけ、の場合は著作権侵害に当たりません。まあ例えばその改造してプロアクションリプレイみたいな感じでレベルを999とかにするとかやったら著作権侵害には当たらないようです。で、今回のですね、アイディアの場合の、判例というのはですね、まあグレーなんですよね、正直。ただまあちょっと白に近いグレーではあります。この今さっきの釣りゲームの事件のですね、例があったんですけど、ちょっと白に近いグレーなんで、まあワンチャン荒野行動も大丈夫になる可能性はあるのかなと思いつつ、でも場所がやっぱりアメリカだから、アメリカだとちょっと
アイデアの部分のその考え方が日本とはかなり違ってますので、ワンチャンどうなるか分からないかなと思いますね。まあ分かることあったらまた動画にしますんでよろしくお願いします。最新の情報を動画にしますんで、まあよかったらですね、チャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。それでは。